か、今日はどんな演技を伝えていきますか。わしが武前小倉城城主にして肥後細川藩細川忠興と申しまする。おいらし細川家人家老松井沖縄と申しまする。あつき思いよ、この胸に我ら熊本城を照らし武将隊。ありがとうございます。お願いいたします。皆様方、はい、ありがとうございます。今日で4回目なんですけれども、いろんな武将様がこちらの参戦していただいておりますけれども、今日はエンタメ担当ということで、ありがとうございます。失礼いたしました。何でだ、武士、あ、武士、もののふ、もののふ、もののふ、失礼いたしました。どういうことだよ。うわこれから面白いこと言いましょうね。よろしい。じゃあ次行きましょう。次のご紹介は熊本城のキャラクター肥後丸隊で差し。やっ、焼きを肥後丸じゃーん。全然いい顔ってないじゃないか。肥後丸じゃーん。よいしょ。そしてくるりく、くる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 りんわからのからのおぉ、はい、気になるじゃ。ちょっとすいません、ちょっと断念不足でした。すいません。ナイス、ひまわる。決めないであげてください。急な振りだな、私はな。というわけで、ひまわる隊です。よろしくお願いします。よろしく。さあ、次、ワクワクさんのキャラクターのご紹介です。服部金蔵です。拍手。ひぞくん。シュリケン。シュリケン。してもらっていいですか。音楽もちょうど切れましたけど、すみません、刺さったま、手術刺さったっていうこと、刺さった、皆さんもですよ。すみません、段取りが必要ですので、シルケーシルケーリアクション、そっこっちに全然投げてくれ、こっちに投げてくれ、気づかって気づかって、後ろ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 、もうよかった、そこら辺で、そこら辺でよかった、はい、というわけでありがとうございます。金属でございます。ごめんなさいね。はい、ああ、よろしいな。皆さん、なかなか見られないですからね。熊本、今から出演されますけれども、武将隊や肥後丸隊、そしてこの金蔵君が出るステージって、ここ熊本、いや、世界ではここだけしか見ることができませんので、ぜひ30分間ですけど、楽しんでいきましょう。さあ、本日の主役、ほら、まだね、本日の主役でございます。熊本隊で作詞お願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。はい、持ってきて、どうも、シャキン。はい、じゃあまず挨拶なんて、熊本を改めまして、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。熊本サプライズ、熊本隊隊長の熊本です。よろしくお願いします。すごい、今日も満員だよ熊本。そしてね、熊本、今日はなんと4連休最終日でございます。あら、ね、はい、ちなみにこの4連休毎日見に来たよって人どれぐらいいます？はい、結構いたすごい、毎日熊本見られとるわ、はい、毎日熊本見られとるわ、はい、よかったね。だからね、今日もさあ初めて見に来た人もいると思います。まずはね、くまモン10周年のこの曲、ハモン、くまモン今流れております。ちなみに知ってるよっていう人、知ってる人、手が上がった、いっぱい上がった、まだまだ知らない人もいるということでね、はい、じゃあ今日もまずはこの曲からやっていきたいと思います。はい、さあ今日はね、はい、またお二方ご一緒によろしくお願いしますよ。よろしくね。さあまずは、まずは皆さんちょっと一緒にね、お手手を出してもらって一個練習したいなと思います。じゃあお手手準備お願いします。皆さんお手手準備します。はい、曲の中にですね、マママンマママンクーマーモン、マママンマママンクーマーモン、あ、だいたいわかったかな。だいたいわかったかな。よし、じゃあね、ちょっとね、まだやってない人もおらって、
立ち見の人とかカメラ持ってる人がやっとらんでやったそりゃ怒らんでやったそりゃ怒らんでやったそこに行こうぜねえじゃあクマモンじゃあほらカメラ持ってる人たちはねカメラ触れてしまうかもしれんけん足とかでね足でモモモンモモモンブルーマーモンってちょっときつかまってやってもらいましょうかねはいひごまるくんもそうしようだね、うんうん、はいじゃあちょっとね金蔵君とひぶまる君もねしっかり皆さんやっとるか見とってね熊本もしっかり見とかないよじゃあ皆さんお手手と足の準備よかですかはい行きますよせーのモモモンモモモンクマモンよっモモモンモモモンクマモンバッチリありがとうございます熊本の OK も出たよかったよかったはい、じゃあね、この調子で早速行ってみようかな、はい、さあ、じゃあ、くまもん、ひごまるくん、金蔵くん、準備よろしいでしょうか OK! さあ、それでは皆さん、お手手の準備お願いしますね、はい、それでは行きたいと思いますカモン、くまもん、ミュージックスタートよっ、くまもんみんな拍手してくれたら元気になるかもしれんぞ。
わしがおめでとう。さすが、さすが。今日はですね、私はくまモンの動きも気になるところだと思うんですけれども、ちょっと腹っていうか、今日全員男性なんですよね。もうオール男性、暑苦しくないですか。なかなか暑苦しいですね。いつもはお姉さんなんですけど、一人もいないですから、ね、まあよかったね、まあよかったね、それね、はい。で、くまモンは10周年を、はい、迎えたということで、改めておめでとうございます。おめでとうございます。くまモン、ちょっとはっきり言っていいですか。僕はずっと見てるんですよ、くまモンのことをですね、はい、ちょっとなんか太ってませんか。ちょっと熊本の美味しかものをね、ある程度ね、あ、いやいやいや、ここに行くまでなんだから。じゃあ、
くよ、群馬行くよ、おー、はい、そうです、後悔するの行くよ、はい、歩いて、はい、1、2、おー、歩いてる、後ろ時間がない、はい、走ります、おすすめポイント、利用の石垣、その上の本丸御殿、そして天守閣でございます。松井のここ、よく眺めですよね。いやー、誠素晴らしい眺めでございます。はい、ぜひここ写真を収めください。皆さんね、ぜひこのワクワクさんに来てから特別見学するのもおすすめいたします。さあ、次は羽ばたきます。パタ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 、さあ、羽ばたいて、羽ばたいて、羽ばたき、羽ばたき、ほら、羽ばたき、何でも現代ですけれども、呪文をかけます。はい、というこれご覧ください。江戸時代の熊本城に変わりましたね。それから、あれ、真ん中に見えるのは天守閣じゃありませんので、ちょっと簡単に羽ばたいて、おー、飛んだ飛んだ、わー、さあ飛びました。そして下を見上げるとこちらがマス型と呼ばれているところですね、細川と。おお、そうじゃな、マス型はの清正殿が作ったこの熊本城の戦の時の敵の侵入を防ぐための作りとも言われておるんだよな。はい、まるで名物でございます、うん、さあ続いてはちょっと下に下がってもらって、ここここここの、こらいいかここは大きいってあんた、飛んでる手なんだけど飛び出せ。ああ、そうだ、忘れてた。飛んでる手なんだけど飛んでる手なんだけど飛んでる手なんだけど羽ばたいてる。さあ、ここからが雑熊本城 Q&A ご紹介お願いいたします。おお、 Q&A じゃな、ここから問題でございまする、こちら。さあ、熊本地震の際に飯田丸五階櫓は奇跡の丸々石垣と呼ばれておる。さあ、この丸々に入るのは一体何じゃろうかというのが問題。あ、何じゃ。いやいや、3択です、3択です。それもう唯一やめてください急に入ってます。3択なんじゃ、だから3択なんじゃ。はい、3択、こちら。 A、 1本、1本、 B、 4本、4本、 C、 100本、100本。さあ、どれでしょうかというのが問題じゃ、皆さん。問題でございます。それではシンキングタイム。さあ、皆さん、あれ、これも音楽かかるんですか。音楽かかる。あ、ちょっとな、踊りながら考えましょうか。踊る、これ全然関係ないんだろう。踊りながら踊りながら、こういうことなのか、こういうことなのか。キスも入るんだ、キスも、シンボルも入るんだ。ミス、ミス、ミス、ごめん、もう、ミス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 、はい、というわけで、はい、というわけで、じゃあ皆さんに聞きましょう。あ、皆さん、A の一本だと思う方は拍手をお願いします。おー、一本だと思う方、多いな。 B の4本だと思う方は、 C の100本、100本ね、拍手ありました。さあ、熊本は ABC なんだと思いますか。なんだと思う、真ん中、置いてる真ん中。なんで、ちょっと使いすぎ。なんで、なんで、なんで、わからない。よかったら ABC 当てすっぽでもいいけど、わかった。これ、これ、なんだ、表現が独特すぎ。 A の1本ってことかな。了解しました。それでは正解をご紹介お願いします。正解はこちら、1本 A じゃ、 A が正解じゃ。今日も皆さん正解でございます。おめでとうございます。
の奇跡の一本石垣と言われておったわけだな。はい、熊本地震において石垣が崩落してしまう。しかしこの石垣の隅石、隅っこの石で倒壊する櫓を支え続けた。忘れるのこれ、じゃあ、あ、これ、そう、はい、これな、隅石な、こちらで櫓の倒壊を支えておったということだな。今現在は櫓もそして石垣も解体工事が終了しておって、使えるものはまた再建する際に使用すると、そういうことでござる。ぜひ皆様方ね、飯田丸五階櫓覚えておいてくれな、よろしゅう頼む。よい、らしいですね。一つだけよいか、お願いします。わしが喋っとるときはくまモンじゃなくてわしを見てくれ。みんなもう客席見渡しても全部こっち。いや、俺だ俺だ。はい、というわけでありがとうございました。はけるん、皆さん、正解でした。じゃあ次また特別ツールに戻ります。ポイントをご紹介いたします。さあ、それではちょっと急ぎ足で、急ぎ足、あ、お、やってみましょう。先ほどの仁王の石垣のところに行きましょうかね。仁王の石垣、はい、ここの石垣の特徴を説明したいと思います。せっかくなんで本丸御殿といえば細川殿、お願いします。本丸御殿は清正殿が天守閣に住んでおったと思われるがちがちゃが、これ本丸御殿が住んでた場所と言われておる。そしてこの仁王の石垣、2つの時代の石垣がまとめて見える場所として有名なところじゃな。これとこっちだな。そうじゃな、右と左の時代が違う石垣と言われておるんだよな。石垣を要チェックということと、この石垣自体は武者返しというんですよね。どんな勇敢な武士でもひっくり返るということなんですけれども、この機会、細川家の、お殿様がいるままですけれども、登ってもいいですか、熊も。お熊も登るのこれ。いや、それは武者返しって言っても、熊も女なんかもできるかなと思います。もしかしたら登れるかもしれんってことな、もう準備運動するから、登れるの準備万端みたいになる。じゃあ、登ってみるか。はい、行きます。では、熊も、熊も、熊も、登ってる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 。よかったよかった。もうやめてくれ。大丈夫か、クマも。腰が痛めてる。大丈夫か。腰。あ、まだ大丈夫か。戻って。よし。行くぞ。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫。ということで、また戻ります。戻ります。忙しいな。忙しいです。戻ります。はい、そして天守閣まで目指します。さあ、本丸御殿を通りましょう。はい、行きましょう。あ、暗がりするんでしょ、すいません、失礼いたしました。はい、歩かんねえ、クマも、ほら、はいはい、1、2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 、
こちらはね、暗がり通路があります。これは現代の暗がり通路、江戸時代になるとこちらでございます。はあ、この日はクラクラなので暗がり通路でですね。あれ、クマはどこじゃん。クマはどこ行った。どこ行った。クマはどこ行った。真っ暗で見えた。真っ暗で見えた。真っ暗で見えた。痛い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 。普通に攻撃したのか。さあ、それでは天守閣に向かってまた行きます。はい、ジャンプストレッ。おっ、はい、では走って次ダッシュ。ダッシュダッシュ。それからジャンプ。到着でございます。さあ、天守閣、大天守、小天守がこちらと、ね、ありますけれども、うん、さあ、ここから問題を出していただきましょう。武将隊、お願いいたします。はい、よかった。では、ここで問題じゃ。はい。さあ、出るかな。さあ、こちらじゃ。熊本城は別名何と呼ばれるか。何でしょう。これは、はい、間違いを選んでくださいということで、はい、間違いを皆さんまた選んでください。さあ、3択じゃ。ドン。 A、銀杏城、 B、清正城、 C、
食べられるお城。さあ、この3つを選んでくれ。どうも皆様方、ではシンキングタイムかの。はい、シンキングタイム。2
また来週ありますので、ぜひくまモンステージよろしくお願いいたします。というわけでくまモンほら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 そして、アフタリー、キムトです。ありがとうございました。本日の司会進行、私、くまっちさん、どうもありがとうございました。